インスタ女子みたいになってました、俺だけ。じゃあお会計しよっかなっつったら、モンドがカードでポイポイって払ってたわ。え？と思って。この時多分俺コンタクトやん。アマルのアパレル時代の1ヶ月 話だけ聞いて やばいね、わらわらって感じ。モンドと、あと警察組、ドリさんとかノリヤキさんとか、あとミコだとかか、とかと焼肉やね。焼肉のコース料理だったのかな。そう、コース料理のところだったけど、コース料理ってさ、なんつうんだろう、そんな量多くないじゃん。今回のコース料理めちゃくちゃ美味しいし、めちゃくちゃ量多かったわ。美味しくて量多かったわ。めっちゃお腹いっぱいだった。めっちゃお腹いっぱいになったね。一人1万ぐらいかな。一人1万ぐらいのコースで。めちゃくちゃうまかった。まあ、写真ツイートしたやつしか撮ってないんだよな。写真は、俺がツイートしたやつしか撮ってません。写真撮ってるの俺だけだったしな。写真撮ってるのは俺だけでした。インスタ女子みたいになってました、俺だけ。で、マジで肉は全部うまかったね。肉は全部美味しかった。なんか普通にそういう単系も美味しかったし、なんだっけあれ。ホルモン系が多かったんだよな。俺ホルモン大好きだから全部うまかったわ。ホルモン系大好きだからめっちゃ美味しかった。あとね、牛タンのビーフシチュー。はちゃめちゃにうまかったね。牛タンのビーフシチューやばい。めちゃくちゃうまい。まあ、あれが一番うまかったな。ストグラ警察行ったよ。まあ、他にもちらほらいたけど、まあ、公表してる人だけは名前出した。あと誰いたっけな。まあ、あといろいろいた。なんだこれ軽いんだ。そう、2日連続休んじったよな。2日ぶりか。そう考えると。そう考えるとマジで、警察組とはマジで、初めて会った時何だったっけな？忘年会か？警察勢と初めて会ったのって何の時だっけな？あれか。キャップがご馳走してくれた焼肉の時が、まあ、ストグラ警察勢と初めて会った時か。それを機にめっちゃ会うようになったな。マジで焼肉美味しかったし、じゃあお会計しよっかなっつったら、モンドがカードで、ポイポイって払ってたわ。え？と思って。モンドがさ、カード出して、はい、いいよ、みたいな。いや、でも旅行できてるよね、モンド、みたいな。モンド旅行できてるからさすがにつった。いいよ、つって。いいよ、つって。つって。ちなみに何が怖いって領収書すらもらってなかったわ。領収書もらわんの？と思ったもん。領収書どうなされますか？あ、いらないです。つって、ええー、と思ったもん。領収書いるやろと思ったけど、いらなかったみたい。びっくりしたわ。さすがにちょっとかっこよすぎるか。ありがとう、ボス。つって。で、まあ、1軒目はまあそんなもんか。のりやきさんとは3年ぶりに会ったね。写真あるかな？ちょっと待って、のりやきさんと会ったの多分ね、ボルトルーム PUBG 紙支店以来なんだよな。クソ懐かしかった。のりやきさんもちゃんとそれを、その日以来っていうのを覚えてくれてたわ。あの時以来ですねって話したんだけど、あれガチでいつぶりだったんだ。2021年6月？ 2 年半か。2年半か。2年半前か。まあ、2年半前か。あったわ。懐かしい、これ。こうしてこうか。これね、クソ懐かしいわ。この時多分俺コンタクトやん。確かにこう見るとなんか自分でも若く感じるわ。確かに。こう見ると、なんかちょっと若えな、俺。けだなぁ。昔の方が多分ね、顔はすっきりしてるかも。体重は変わってないと思うけど、なんかね、
なんか昔の写真見ると、なんか顔がシュッとしてる気するんだよな。お土産ね、韓国海苔もらったけど、普通に飲み カラオケで食べちゃった。これ韓国、なんかめちゃくちゃなんか缶詰にしっかり入ってる韓国海苔買ってきてくれて、けどその場で食べちゃった。おはよう。おはようございます。めちゃくちゃ美味しかった。すげえ、めっちゃちゃんとしてるやつだと思って。そう ちゃんとみんなに買ってきてくれてたからね。いやー、ありがたい。まあ、食べちゃったんだけどね。で、まあ、みんなで軽くお酒を飲んで、朝までおしゃべりしながらって感じかな。その後、その焼肉の後、何時間ぐらいいたんだ？朝までいたからな。朝までいて、あとスマホ取りに来た天草と、本当に一瞬だけだったけど、あったな。スマホ取りに来たんだよ。スマホ取りに来ました、みたいな。天草一瞬だけど会えたな。程よく飲んだから、さっきまでちょっと胃がムカムカしてたわ。なんか、オールイン飲み会はオールイン飲み会で多分、どんなんだったか多分、切り抜き上がってるような。まあ、俺は聞いた話だから、まあ、切り抜きを見てくれとしか言いようがないけど、まあ、多分切り抜きっていうか、多分雑談配信の切り抜き上がってるような、オールインたちの。まあ、だったらしい。気になる方は切り抜きを見てあげてください。どこまで話したのか知らないけど。おはようございます。パチオス俺がキー聞いた話まを。おはよう。丸も出勤してます。おはようございます。どこまで全部話したのかな。アーカイブマジ必見。まあ、切り抜きなりアーカイブなりで、オールインの飲み会。俺がどこまで話していいかわかんないから、まあ、切り抜きなりで見てあげてください。え、もうちなみに金額ってもう出てた？その切り抜きで。切り抜きで、誰がいくら払ったかってのはもう公表されてた？まあ、してそう、さすがにしてそうだな。金額は誰も言ってないんだ。ああ、なるほどね。金額は誰も言ってないけど、まあ、すごい額だったって感じか。パラボン買おうかな。金額は言ってないんだ。アマルのアパレル時代の1ヶ月 アマルアパレルやってたんだ。へえ。あ、もうじゃあそこまで話は上がってんのか。かなりすごいペースで飲んだらしいからな。それだけ楽しかった。まあ、それだけね、嬉しいだろうからね、みんなと会えるのは。 それだけはっちゃけちゃうぐらいね。気持ちはわからんでもないぞ。そりゃね、だってもう半年ぐらいか。人によってはもうちょい短かったり長かったりするだろうけど、半年とかね、ずっと一緒にやってたボスが来てくれてたんだもん。俺飲み会は行ってないよ。話だけ聞いた。話だけ聞いて、やばいね、わらわらって感じ。モンドは2日連続か。体力すげえよ。逆に今度さ、警察組の飲み会、みんなどこまで話してるかわかんないから、どこまで話していいかわかんないから、もう、そんぐらいしか言えないんだよな。もう警察飲み会は、みんなで楽しく飲みました。ここまでしか言えない。どこまで言っていいかわかんないから。あ、もう警察飲み会っていうのは多分もうみんな察してると思うけど。東の店舗ごとを向かいます。これも向かいます。おまあ、だから、ジャブずつしか話せない。まあ。楽しかったよーっていう。まあ、メンバーで言ったらあれか。まあ、多分モンド。まあ、他にもいろいろいたけど、多分もう公表してるっていうか、まあ、なんとなくツイッターとかで言ってる人で言ったら、まあ、ノリヤキさん、俺、モンド、ドリさん、ミコだとかは多分もう、言ってるはず。言ってるはずってか、多分まあ、なんとなくで言って。わかるはず。シアルリングね。あれかっこいいよね。でもあれ多分、確かあれだよね。やべ、ミスった。売ってるよね。
CR リング、うん、CR ストアで、てか CR ストア普通に、CR ストア普通に行きてえな。モンドはめちゃくちゃ優しかったよ。まあっていう感じでしたとさ。まだモンド、あでもあれだよな、 CR フェスモンド来るような、あまた普通にモンドとも遊びたいし、みんなとも定期的に飲み会行ったりしたいな。楽しいわ。基本ここ 2,3 年ゲーム引きこもってゲームやってたけど、こんな高頻度で飲み会行くことなかったからな。それこそ誘ってくれるのも嬉しいし、楽しい。こういう機会あんまないから、自分主体では誘わないからな。犯人人質あり心なき。